2009年の東大入試東京大学の入学試験は一般選抜のほかに外国学校卒業学生特別選抜や大学院の入学試験があるがここでは一般選抜及び2016年度より導入された推薦入試について解説する。戦前、旧制高等学校と帝国大学の総定員はほぼ等しく旧制高校生は大学学部を問わなければ どこかの帝国大学に全入できた。そのため、帝国大学の入試は、現在のエスカレーター式高校からの大学学部選抜のような位置であり、高等教育入試の主戦場は、旧制高校入試であった。旧制高校入試では、時代学校により変わるが、基本的に文系は、現在の4教科理系も現在の4教科であり、試験問題も現在から見ると素朴な一行式の、 論述問題が主流であった。しかし、戦時体制に入ると、思想を問う論述問題が出され、後年批判の対象となった。1949年以降の新生東京大学の入試は、基本的に、旧制高校の入試を承継している。募集単位も戦前の旧生高校を承継し、門下愛類、門下通類、理科愛類、理科通類と、学部学科単位ではなく、 軽い単位での募集となった。1962年に、文科愛類と理科通類が分割され、現在の軽い体制となっている。入試問題は、戦時体制で思想検査に用いられた思考過程を書かせる論述式の入試問題は批判され、客観式が良いとする社会的風潮となった。文部省は、各大学に対し入学試験に際し客観式の 問題を使用するよう指導した結果、全国の大学入試から論述式の入試問題が姿を消した。新生東京大学入学試験も第一次試験のみならず、第二次試験も客観式の出題形式となった。客観式の知識問題では老人生に有利であり、戦前からの往浪に寛容な風潮もあり、さらに新生高校進学率向上もあり、 新生東京大学の入学試験は激化し、1958年は入学者のうち現役生519名、一郎生917名、太郎生604名と現役生の割合が最小となった。スプートニクショックや高度経済成長による1960年前後の理工系倍増計画や、 段階世代対策の文系定員増加による東京大学の定員増加等により東大受験は緩和されその後の現役生合格率は増加することとなったこの時期の東京大学合格者に対する高校側の評価は頭1割馬力が9割と頭より勉強量が重要であると評価されていた段階世代が受験する1966年から入試科目が 文系、理系は分かれることになったため、多くの公立高校で1966年受験に対応する学年から文系コース、理系コースとコースを分けるようになった。1960年代に一部論述問題も導入されたが、基本的な出題傾向は1950年代から1960年代は同じであった。このような中、東京大学では、 大学入試中止の1969年に入試制度調査委員会がまとめた入試改革についての報告書に基づき1971年より入試制度を大幅に改革したこの改革では第一次試験を一種の資格試験と位置づけ入試科目を従来の3強化から5強化に増加させる一方問題を基礎学力を等平位なものに変更した第二次試験では 負担を軽減する一方、出題形式は論述式を原則とした。この第二次試験の傾向は、その後、微調整を行いつつ、現在の入試傾向に継続されている。第一次試験は、1979年の共通一次試験、1990年の大学入試センター試験利用へ承継されている。1971年の入試改革により、 同年の東大合格者の現役生の割合が前年の46.7%から55.7%と増加した一方太郎生は前年の12.3%から9.4%に減少し女子学生は前年の123名から170名に大幅に増加したかつて保健センターが新入生全員行っていた面接調査の結果 ノイ・ローゼなどの要注意の学生が、例年の30から40人から十数人に激減し、症状も軽くなったという。高校側の評価も、点取り無視的な学生よりも幅広く読書をしていいような学生の合格者が目立った、模擬試験の成績は、大して良くないが、実力がありそうだと思えた学生が合格していると、合格者の質的な変化を思わせる反応が寄せられていた。 東京大学では、学部、学科ごとの募集は行わず、6つの軽いごとに募集を行っている。他の国公立大学と同様、分離分割方式を採用しており、前期日程、後期日程に分けて入学試験が行われている。以下、各日程の試験について選抜方法を解説する。2008年度に後期日程試験の入試改革が行われたが、 前期日程試験は、理科3類の面接試験廃止に、復活を除いて選抜方法は変更されていない。2006年度から2011年度まで出願者は、大学入試センター試験で、下記の教科目を受験しなければならない。以上分離ともに900点満点である。選択教科目で必要数以上の教科目を受験した場合は、高得点の教科目を判定に利用する。 例えば理科学類志望で世界史 B、倫理、物理 I、科学 I、生物 I を受験し、前期の成績であったものは世界史 B、科学 I、生物 I を判定に利用する。これは後期日程試験も同じである。各類で志願者が規定の倍率を超えていた場合は、センター試験の成績をもとに当該倍率となるまで第1段階選抜を行う。 1> 第1段階選抜合格者に次の教科目を課す二次試験を行う。以上分離ともに440点満点である。これに、センター試験の点数に110、900を乗じて110点満点としたものを加え、550点満点を学力試験の配点とする。これに必要に応じて調査書を加えて、総合判断を行う。1999年度以来、 理科三類の試験として試験日程三日目に行われていた面接試験は2008年度の入試から廃止された。2006年度2007年度出願者はセンター試験で下記の教科目を受験しなければならない。文科一類と文科三類は600点満点、文科二類と理科各類は500点満点である。これをもとに前期日程試験同様第1段階。 選抜を行うが、それ以降センター試験の成績は原則利用しない。東京大学前期日程試験の合格者は、軽いを問わず、第1段階選抜不合格とみなし、後期日程試験を受験することができない。第1段階選抜者に以下の二次試験を課す。異常理科一類は500点、その他は400点満点である。これに必要に応じて調査書やセンター試験の成績を、 加えて、総合判定をする。理科3類は面接試験を実施し、学力試験の優秀者20名の中から面接等の結果を加味して合格者10名を選ぶ。2008年度から2011年度まで選抜は全科類共通で行い、合格者が入学手続きの際に理科3類以外の科類を選択することになる。出願者はセンター試験で 下記の教科目を受験しなければならない。以上800点満点で、これをもとに依然同様第一段階選抜を行うが、それ以降センター試験の成績は原則利用しない。第一次選抜が基準に満たないものは不合格とみなされ、二次試験の資格を失う。これを足切り、門前払いなどと言われる。第一段階選抜者に以下の二次試験を課す。 以上300点満点である。以前同様、この成績に必要ならば、センター試験の成績と調査書を加えて、総合を判定する。2012年度以降、センター試験で受験しなければならない、地理歴史及び公民も一本化し、以下のように変更すると、東京大学が通知した。当初、2011年までと同様に、 選択科目において必要数以上の教科目を受験した場合に高得点の教科目を判定に利用すると発表されていたが第一回答教科目の成績を利用すると改められた。これは理科も範囲の変更がないものの同様である。ロシア語とスペイン語がなくなる英語選択者のみ選択問題を回答化。学習指導要領の変更に伴い 2015年度に以下のように変更すると東京大学が通知した。学習指導要領の変更に伴い、2016年度に以下のように変更すると東京大学が通知した。推薦入試が導入され、後期日程は廃止となった。外国語の英語において、大学入試センター試験では筆記のみを課していたが、2021年より実施される。 大学入学共通テストでは、リーディングとリスニングの両方を課し、リーディングを100-140点満点、リスニングを160点満点に換算する方式に変更した。数学において、グラフ理論のグラフ操作を扱った問題が1998年の後期入試で出されたことがある。特に、棒状グラフの頂点の色がべて白になる N の必要十分条件を求める問題は、 数学オリンピックで出されたとしてもおおむね難問とされるレベルで、これが専門塾講師からも国内の大学入試史上最も難しいと評されている。とりわけ校舎の必要条件を証明するのが難解であり、出題された当時は大手予備校でも回答速報を当日に出すことができず、翌日でも解けなかったらどう対応するべきかが話し合われたとの逸話が残っている。 ありがとうございます。